発表します、はい、6時32分発はやぶさ1号です。はやぶさ1号ですね。小町と連結されてるから、これは多分早めに行ってこの合体してるの見た方がいいか。じゃじゃーん。そんではやぶさに乗ってどこに行くと思う？盛岡。そうだ、初公開。あ、なんか特別電車の。シナプ。ワンコロール。ワンコロール。多分ここにどっかにスタンプがあるっぽい。緑の窓口の近く。私たちはね、この一ノ瀬行きに乗ります。どの辺に座る？私センターが汚くなっちゃう。なんか多分インクの付け方下手くそだった。もうちょっとサイド部分にも行くべきだった、うん。7匹いる。おちびちゃんいなくなっちゃったね。ちびちゃんいなくなっちゃったね。あ、カリカリの音にびっくりした。来ましたね、憧れの丸カン。憧れだった、ずっと憧れだった、あのソフトクリーム。そう。あ、本当そうでなんだ。あ、本当だ。
どっから入るんだろう。こう見ると混んでなさそうだけど、どうなんだろう。かわいい、かわいい。で、T シャツってかトレーナー着てる。ほら、トレーナー。マルカンガチ勢。トレーナー。かわいい。それトートバッグ。あ、刺繍バージョンもある。え、かわいい。本当だ。ワンコそばもいる。別。え、ちょっとなんか買うか、買おうかな。とりあえず先に食べようか。マルカン星人。これがいいな。T シャツ。T シャツ。うん。なんか混んでる。上とも。なんだよ。わかめそばとかカレーそばとかも美味しそうだな。あ、ペイペイでも使えない。じゃあやっちゃおうか。やっちゃうっていうか、せっかくじゃない。ちょっとしかない。麺が太い。あ、全然こっちのしょっぱい。あれだ。酸っぱい。酸っぱいよね。私の全然そんなもん。本当だ。まあ、あ、なんかトマトソースって感じだ。ケチャップっていうか。それケチャップ。どうですか。初めて。やっぱりこれやりたい。うん、斜め。じゃあこっち向いて。じゃあこれ私も撮ってもらうか。え、これあなたと撮る。うん、どう。あ、お箸で。お箸持つ。これ巻いてる？巻いてる。巻いてる。あ、これでもいいよ。暗いかも。ちょっとすっげー難しいよこれ。あ、そうしよう。せーの。おお。早く食べて食べて。やべえな。食べちゃう。食べちゃう。食べてもいい。どうぞ食べてください。溶けちゃう溶けちゃう。すみません、ここ。あ、これやばい、これ絶対やばい、絶対やばい。大注目。大注目。卵不使用とか。あ、卵不使用。全然食えんの。いや、食べれない。いや、もう、こんぐらいで十分。嘘。だってまだオムライス食べてないから。大丈夫、いやいや。刺繍T-shirt。
コバッグ。開業ね。なんか浮かび上がるんじゃないの？あ、だから光の屈折するのかな。手に出てくる。うん。山猫県、お土産物屋さんになって、売店とかで、山猫県の写真とか、うん、かわいい。2号店は今は使われていない。ワイルドキャットのリースです。2号店は16時まで使われてない。あ、なんかあったんだ。じゃあやったら、なんか引っかかっちゃってたらどうしよう、このもしゃもしゃ。いや、全然、ただ単純に休んでしょ。じゃあちょっと休ませて。なんか羽が傷ついてるんだよ、この子。ほら、この端っこが羽ボロボロになってるの。こんなもんなんじゃない。みんなボロボロなの。顔がニュイって動いてるさ。休ませて。休ませて。来てる、音がする。あ、来た。うん。ここね。うん。お、ロロロローンって飛んでた。今ここにいる。何これ、なんで俺ここにいるの。虫。虫ついてた。でもなんか衝撃吐きそう。怖い怖い。あんま近くにいないようにしよう。バーンってなりそう。だって超速いんでしょ。いや、全然駅入ってくるだけでも遅いでしょ。間にいるのすごくない。またか。コンセントあるじゃん。あ、今のうちに。あ、20分ぐらいしか早かった。さっぱりめのやつか。いつも俺わかんないんだよ、焼肉のリュウリング。タンなんてもうさ、3秒ぐらいでいいんじゃないの？でもこれ割と熱い。わかんない。じゃあ私もいただきます。食べたことない。タン？
え、なんか焼肉ってタンから始めるんじゃないの？そう、だからタンだったらさっぱりでいけるかなと思ったから、うん、なんか生に、なんだ、何もなく食べる。すごい。ブリンブリンじゃん。ブリンブリンだ。ブリンブリンだね。こんにゃく麺みたいな。そこがやっぱり、米麺がある。あ、おいしい。全然熱くないのにやっぱフーフーしちゃうよね麺食べるイコール熱いものだって脳が思ってるから。うんうん、私の肉もひっくり返し。すごい。え、かわいいよ。あ、なんかコーヒーマシンがある。お、いいじゃん。ネスプレッソだ。ネスプレッソできるじゃん。ミニバー。あ、全然ソフトドリンクの自動販売機は地下にあるらしい。お、え、ネスプレッソただ？ただじゃないの？違うの？ただっぽいよね。ミニバー。ただだ。え、すごい。ほら、ネスプレッソ2個ずつ、ただアイスゾーンねえな。でしょ？もう食べるしかない。食べる？いや、あんじゃねえの、このそこがアイスゾーン、違うでしょ。ここにコックつけとくよ。え、溶けちゃうよ、食べようよ。あ、歩きながら食べようよ。歩きながら食べる。うん、そうしますか。かマックスバリ行くのやめる。いや、歩きながらマックスバリする。あ、お風呂。お風呂はやっぱちょっとちっちゃいな。うん、まあでも全然。旭橋だと思う。だってなんかまっすぐの橋だった。じゃじゃん。これは渋川マロンと全部出しちゃう。でかいな。グラタンコロッケでかいよね。パンパンじゃん。何そのパンのドアップ。パンのドアップ。まずこれがすごい分厚いグラタンコロッケ。あれね、大きさの比較。大きさの比較、どんくらい大きいか。で。渋川ハーフにしました。
で、これはかぼちゃチーズ、これはミックス、上と下、上と下で、わかりやすいようにこれがコーヒーカップですね。普通のコーヒー、こんな大きさで、もうこれがおすすめの組み合わせだったんだよね、うん、スイートポテトと桃ジャム、これ1個188円ぐらい、すごく安いこれ塗り方はミックス、何も指定しなかったか、多分ミックスにされたと。じゃあ上と下、これごぼうサラダ、ハム、ごぼうサラダ、ハム、これはね、ごぼうサラダはトッピングするとポテサラが抜かれる可能性があるので要注意で、全パン5個で2000円いかないぐらいだよね。そうだ、2000円いかないぐらい、高くして、あ、すごいんだけど、ほら、すごい。いただきます。この分厚、もうめっちゃゴリゴリじゃんマヨ、あー細切りのやつね、うん、あのなんだっけ、あの人ノーランか、ノーランかどうかわかんないけど、あれが公開されてたよ、レディーガガが出るって。あー、ジョーカー、あ、ジョーカーだ、そうそう、ジョーカーやんの、すごいね、最初やっぱ牛乳が美味しい、これを盗む、どうする、ああ、盗んでもいい、チーズケーキも食べよう、めちゃくちゃ食ってるよ、うん、美味しい、めちゃくちゃ食ってるの感じ、なんかさっぱり系のチーズケーキ、うん、ね、ミルクっぽいチーズ、めっちゃいい姿勢で電車、自転車こいでんじゃん、まあ、もうしかもなんかもうバイクパンはうまいんだ、これちゃんとした商品、うん、アーケードはね、シャモンやってる？6時半ラストオーダー、あ、違う？あ、ここだよね、なんかなんとかって書いてあるから、林ビーフライスっていうやつがある、 あとトーストと林ビーフライス、やめてくんないそっちにしてよ私のタバコ少し入ってるとそれっぽく見えるけど、いらないの、いらない、タバコかけないタバコ、ありがとうございました、まずミルクを入れない、こんなん美味しい、ここなんか普通のってある、うーん、全部美味しい
美味しい。あそこかな、電気ついてるところかな。ああ、近いね。うんうん。もしゃもしゃもしゃだ。冬はカレカレなの。でもチャリいっぱい止まってる。なんだあそこに椅子だけ転ぶみたいな。ああ。なんかバーベキューとかできるのか。バーベキュー、なんか書いてある。本当だ。なんて書いてある。ね。川尻のベンチテーブルはどなたでもご利用、ゴミを忘れずに持って帰ってください。こっから書いてある。あ、じゃあ、あれはああいうふうにしてあるけど、使いたかったら下ろして使っていいよ。うん、そしてあった、あった。めちゃくちゃモコモコじゃん。本日5時クローズ。あ、でも入れそうだよ。うん。すごいな、それ。え、あの電灯すごくない？なんだかよくわかんないぐらい。はい、私はもうありとあらゆるケーキを食べたいから。ケーキばっかり食べてます。主食ケーキだから。そこの隙間から見るから。じゃあこれは新幹線で。あー、なんかもう分かっちゃった。色で分かっちゃった。なになに、引きが強い。あー、ほんとだ。私山場とか道の奥が欲しかったのに。引きが強い。よし、もう一回行こう。まだやんの。あ、それで乗せるのか。だって押すもんないの。やだ、これ台だけやっても何の。え、とんがりコーン乗せればいいじゃん。いいよ。ダブルスイングって書いてある。よし、こうなったら次行くでしょう。最高。あ、デュエットホンの可能性もありえる。普通の。あ、でもいいじゃん。いわゆる普通の電話機だった。デュエットホンとかこの金色のやつとか赤電話とか欲しかった。ただのアナログ公衆電話機だった。でもこれいいじゃん、あの海外にかけられる。これとか欲しかった。獅子落とししてる図がずっとコソ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 してた。パイロン撮ってるだけ。横で喧嘩しちゃうから。まあ、なんか味が。でもちょっとそっかと思っちゃった。これ生姜とかも全部混ぜちゃった。もう全て混ぜた。生姜多そうだね。もう生姜結構ざっくり混ぜる。ね。ざっくり。ざっくり。がっつり。がっつり。いいよ、生姜混ぜちゃう。いや、多分まあそういう案内で食ってくれっていうことなんだと思うから。生姜の香りがいい感じですね。美味しいな。どうぞどうぞ。なんか生姜味が強い。生姜味強い。うん、よく入れるの。さっぱり。そうなの。何号車？はやぶさ。11番線。北海道。400円。意識っていうか。
茶。これがスイートポテトモモ。